聞こえます？大丈夫ですか？どうもこんにちは、菅野です。はじめまして。僕は普段脳、特に感情とか行動を制御する脳のメカニズムを研究しているんですけど、もうただの大学院生です。でも今日はその研究の話はしません。サイエンスコミュニケーションというものの話をします。サイエンスコミュニケーションっていうのは、ここに教科書みたいな定義を書きましたけど、要するに科学をどう伝えるかということを考えて、実際に伝える活動のことです。まさにテトの精神でもあるアイディアズ・ワールド・スプレッティングっていうのと非常に重なるところがあると思うんですけど、このサイエンスコミュニケーションという言葉知ってらっしゃる方、今日会場にどれぐらい実際いらっしゃるでしょうか。さっきね、聞いたら知らないって言ってましたもんね。多分知らないと思うんですよ。伝えるための活動のはずなのに、多分全然届いていないのが実情だと思うんです。サイエンスを伝えるための活動なのに伝えられてない。本当は科学とか学術の外側にいる人に対して、もしくはもっと言えば嫌いな人に対して伝えなければいけないぐらいなのに、全然伝わっていない。この業界は業界で盛り上がったんだけど、ちょっと中だけで盛り上がってしまっているところがあります。そこで今日は僕はまずは科学の何を伝えたいかと、伝えるための手法の話をします。そもそも科学者って一体何がしたいやつらでしょう。これが伝わらないと何やってる人か分かんないのに、好きか嫌いかも判断できないと思うんですけど、一体科学者は何をしてるんでしょうか。これを端的に表せる言葉を僕は探してました。で、一つの言葉を思いついたんですが、それが、こういうことではないかと思います。見えないものを見ようとしてるんですね。この言葉から考えてみると、小難しい科学の手法とか、何やってるか分からない科学者の姿勢が、言ってみれば一つの表現手法、世界の描き方に見えるんじゃないでしょうか。ノーベル賞を取った GFP 緑色に光るタンパク質っていうのがありますが、そのタンパク質を作る DNA の配列、遺伝子の文字をちょっとずつ変えてやると、そこから作られるタンパク質の色が変わっていくということが分かって、これは僕が写真を撮ったある一種類のニューロン神経、マウスの脳の中の神経なんですけど、さっきの色を放つタンパクを作る遺伝子をランダムに組み込んだマウスの脳を特殊な顕微鏡でスキャニングしてやると、このように色鮮やかに構造が見えるようになりました。まさに虹のような色で見えるようになります。他にもいろんな構造があって、これだけでも美しいと思いますけど、この技術っていうのは構造だけじゃありません。例えば、出てこない本当はここに出てくる画像があったんですけど、もうしょうがないから口で表現すると、特殊な顕微鏡でやるとですね、あえて細胞の表面だけ見える顕微鏡を使うと、パッて出てきた瞬間が分かるんです。ホルモンが今までは全部見えちゃってたのが、出てきた瞬間だけ見える、動きすら見えるようになるようなシステム、そういうのも作れるようになりますし、生物学だけじゃありません。例えば宇宙もレンズで見えるところもありますけど、それで見えないところは例えば電波で見えるということもできます。このように見えないけど何か絶対そこにあるかもしれない、絶対あるに違いないと思って科学者はそれを見つけようとするんですね。だから見えないものを見ようとしている、そういうふうに僕は思いました。で、このことに気づいてくれた科学者以外の人がいたんですね。それが芸術家、映像作家で音楽家の高木正勝さんという方でした。彼は大きな研究所から広報の映像の作成を依頼されて、それで施設を見学に行ったんですね。そしていろんな実験の光景を見て、ああ科学者っていうのは見えないものを見ようとしてるんやなっておっしゃったんです。で、それを聞いて僕はこの人に絶対会いたいとシンパシーを抱いて、で彼も僕は世界を描いてるだけなんですよって言うんですけど、まさにそこに科学者と芸術家の接点っていうものがあるなと思って、根源的なもの、普遍的なものを描きたいというところから、この共通点を描き出して一緒にイベントをやるようになって、異分野コミュニケーションとしてのサイエンスコミュニケーションが僕の中で始まりました。それによって遠いと思ってた科学者の存在が意外と自分たちに近いかもしれないって思った美大生の子たちが科学のイベントに来てくれるようになったんですけど、これは何もただシンパシーを抱いてほしいからっていうためだけにやったことじゃありません。ここが2つ目の話、手法の話になります。今までこの科学の分野だけでとどまっていたサイエンスコミュニケーション、これをどんどん外に出すために接点を探したわけです。で、相手の文脈を読んで接点を見つけて、ひとたび接点ができれば、そこから今まで流れなかった情報が流れていく、こういった情報が流れる回路のデザインから始めることが物事を伝えるということ、コミュニケーション、サイエンスコミュニケーションに必要だろうと考えました。
そして情報、何かの情報を載せるというときには必ず編集が必要になります。本を出す、映像にする、テレビを作る、何にしてもメディアに載せなければいけません。そのためにはアーティスト、デザイナーという方の協力が必要で、いい作品を作るためにはそういった人たちに科学を面白いと思ってもらわないといけないと思っているので、そういう方たちと共同で今大学の新しい広報というものを始めています。これは東大から出たアカデミックグルーブっていうエディトリアルの手法をたくさん入れて、おしゃれに作り上げた雑誌なんですけど、あんまり売れてないんですけど、ぜひ買ってってください、 ABC とかで。でこれの続編を今作ってます。で僕は脳の研究者なので、シナプスというタイトルで作ってます。シナプスっていうのは神経と神経のつなぎ目のことなんですけど、互いのニューロンが活動し合って探し合ってくっついていくんですね。まさに異分野をつなげたいという思いからこのタイトルをつけました。で前半の部でお話ししてたノザイナーさんに協力をしてもらって、プラス81と一緒に新しい冊子を作ってて、8月に完成します。で表紙もちょっとできていて、ちょっとだけお見せしますけど、素晴らしいものができそうな予感がしています。で内容はここがポイントなんですけど、パターン、形、リズムっていう学術の用語で区切るんじゃないんです。みんなが誰でも使ってる言葉で区切って語れるようにしていく。まあいろいろありますけど、この他にも僕もびっくりするような映像、画像がいっぱい送られてきて、すごくワクワクしてます。でこれが出る頃には、ここにちょろっと載ってますけど、ウェブサイトも立ち上げてイベントもどんどんやっていこうと思うんですけど、ただウェブ作るんじゃなくて知識を可視化する、内容のつながり、関係性を分かるように可視化するようなマッピングツールを使って、でさらにクリックしたら詳しく情報が出てくるようなものを使って、しかもそれをオープンソースみたいな形で社会に広げて、科学の情報を検索してもらって、思いもしなかったものがつながってるみたいなのが分かるような、そういうサイトを作りたいなと思ってます。出てきちゃった今まで何を伝えたいかという話と、どうやって伝えるかって話をしてきました。だけれども、例えば治療に役立つとか、何か応用技術に役立つとか、そういう話は簡単に伝わると思うんですけど、僕がやってるようなすぐものにはならないような科学、こういうものを伝えて何になるんでしょうか。その話なんですけど、ほんの一例だけお話しします。これは生物学でよくやる実験画像で、緑と赤で物質の存在する場所の違いを色分けてるんですけど、これが色盲の方では識別できないんですね。特に男性では色盲の方って、世の中に鈴木さんという方がいらっしゃるのと同じぐらいの数、結構たくさんいらっしゃるんです。でこの2つの色見分けられないんですけど、ほんのちょっとだけ色味を変えてやるだけで識別できるんですね。もうすでに我々と見えてる世界が違ってしまってるわけですが、で識別できないんですけど、ちょっと工夫すれば認識できるようになる。でこれを一生懸命伝えた研究者たちがいて、もしかしたらお気づきの方もいらっしゃるかもしれないけど、地下鉄のマップの路線図、色ちょっと色が変わりました。それで色盲の方も見分けられるようになったんです。このように何かの役に立つまでに至っていないかもしれないし、役に立てる気でやってるわけではない研究も、伝えるだけで新たな社会観であるとか、人間観みたいなものが生まれて、それに行動が伴えばちょっとずつ社会は良くなっていくかもしれない、変わっていくかもしれない、そういう思いで科学を伝えています。で僕は科学者なので、科学の立場からサイエンスコミュニケーション、科学だけ伝えていますけども、伝えるべきは別に科学だけじゃないですよね。で僕も異分野コラボレーションするのは、他の分野に情報を伝えたいからそれだけじゃなくて、僕らもその先に新しいものを学びたいし、学ばなければいけないと思うんですね。でこれは例えば、さっきの野沢屋の地場産業もそうだし、伝統工芸もそうかもしれない、法律もそうかもしれない、どん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 伝えていって広がることが他の分野にもあるんですよね。そしてその異分野コラボレーションで情報がつながる装置を作って、伝えて何かが起きて、その先に新しいことがあるはずなんです。研究も実際の研究の分野でも、各々の分野は世界トップクラスだけど、ここのコミュニケーションがないために境界領域の研究が進まなくて、結局世界の他の国に負けてしまう、こういうことはよくあるんです。コミュニケーションが起きないがために生まれるはずだったものが生まれない、これ非常に残念ですよね。だからこそどんどん僕も科学のことを伝えたいし、多分今日ここにいらっしゃる皆さん、いろんな専門分野、自分の職業をお持ちだと思うんです。どんどん伝えていただいて、僕らのところにも、僕らもどんどん大学を開いていきたいと思います。気軽にアクセスをしてほしい、そう思ってます。例えば僕が修了した副専攻なんですけど、ここにも心ある後輩たちいっぱいいますし、
ちょっとここ今資金難らしいので、ちょっと興味を持った方はお願いします。みんな頑張ってるので、ここにアクセスしてくれてもいいですし、まあ、僕らはいつもこの駒場キャンパスの喫煙所でどうやって日本を変えてやろうかっていう話をいや、ここ一番遠出るレベルが高いサロンって言われてるんですよ。本当にこの僕らもう一人の飯島っていうのと、あと隅田っていうのと、あとその辺でいつも話してるんですけど、ここで僕ら大体日に7回ぐらいここに出てきて、合計1時間半ぐらいいるんで、最初大学に連絡するのがちょっと敷居が高ければ、フラッと渋谷から2駅駒場東大前まで来てもらって、この辺に来てもらったら僕いるんで、いつでも話しかけてください。はい、そうです、いつでも話しかけてください。待っています。どうもありがとうございました。